よいしょ。今日は知り合いの方からジャガイモを送っていただきました。品種の違うジャガイモが入ってるってことなんで、まずどんな品種のジャガイモが入っているか見ていきたいと思います。まずこれは男爵。男爵は動画でもよく登場する僕の大好きな定番のジャガイモです。次はメイクイン。これも動画でよく使うやつです。でこれは何や、北あかり。これ近くのスーパーで売ってなくて食べたことない品種です。食べるの楽しみ。これが北カムイ。これはこの間作ったオム兄さんのドヤ顔ケチャップ使ったオムポテトで登場した美味しいジャガイモです。これが最後、西豊か。これは今の時期スーパーでもよく見かける新ジャガの時に出てくる品種ですね。てかこれ他に比べてかなりでかい。5種類並べてみました。最近我が家の野菜室がジャガイモ渋滞起こってて、これが入らんくて、ちょっと常温で置いてる期間長かったんで芽が出ちゃいました。ジャガイモ専用冷蔵庫の購入マジで検討してます。まあでも芽はしっかり取り除けば大丈夫なんで、綺麗に洗った後に芽を取って調理していきたいと思います。ジャガイモ開封していきます。よくジャガイモどうやって保存すればいいですかとご質問いただくんですけど、ジャガイモは気温が15度から20度くらいになると発芽しやすくなるって言われてます。直射日光や蛍光灯の光に当てたりしても発芽を促してしまうみたいなんで、僕はいつも冷蔵庫の野菜室で保存してます。最近あったかくなってきたんで、常温保存でちょっと置いてるとこんな風に芽が出てきちゃいます。あと乾燥や冷やしすぎで起こる実の中心が茶色くなったり空洞化する低温障害っていうのを防ぐためにも、新聞紙にくるんだり紙袋に入れて保存するとよりいいみたいです。あとね、リンゴと一緒に保存するとリンゴが発生させるエチレンガスっていうガスがジャガイモの発芽を抑える効果があるみたいです。よかったら皆さんも試してみてください。ここでちょっとご報告です。前々からの僕の夢やったジャガイモ栽培が今年北海道でできることになりました。日程は今調整中なんですけど、かなり面白いことができそうなんで、また詳細決まり次第動画で報告していきたいと思います。まだまだ僕もジャガイモのこと勉強中の身なんで、今日はこちらのジャガイモ5品種をきれいに洗って形や断面見比べた後に、味が分かりやすいように今日はシンプルに塩茹でいただきたいと思います。あと味変用にオニオンサワークリームとかディップ系を数種類用意して食べ比べ楽しみたいと思います。じゃあ全部洗い終わったんですけど、土を落としてみるとメイクイーンと北あかりにこの茶色い斑点みたいなのがあって、見た目悪いし食べても大丈夫なんかなと思って、いつもよくしていただいてるジャガイモ農家のリキベジさんに写真を送って聞いてみました。菌を調べないと確定ではないみたいなんですけど、見た限りはおそらく草花病という病気みたいです。もしかしたら生理障害といって体がうまく作れなくて肌が汚くなっただけかもしれないっていうことなんですけど、まあ、万が一草花病であってもかなり深めに皮を剥けば食べる分には全く問題ないっていうことなんで、今回はこのまま調理したいと思います。リキベジさんありがとうございます。今回情報いただいたリキベジさんは十勝で美味しい男爵作られてる農家さんなんですけど、ジャガイモのことや農家の裏側なんかを YouTube リキベジチャンネルで紹介されてるんで、ぜひご覧になってみてください。概要欄にリンク貼っときます。次はよく質問いただく品種の使い分け方について手短に説明していきます。まず男爵。男爵はでんぷん質が多く含まれてるんで、ホクホクした食感をしています。まあ、煮崩れしやすいことが特徴で、古風キーモやポテサラ、コロッケなんかによく使われます。僕も動画で結構使う大好きな品種です。メイクインは男爵と違って煮崩れしにくいんで、シチューや肉じゃがなど煮物によく使われます。果肉が結構滑らかなんで、僕はマッシュポテト作るときはメイクインを使うことが多いです。で次、北あかりなんですけど、ちょっと食べたことないんで調べた情報なんですけど、ホクホクとしながら滑らかな食感が特徴と言われてます。で男爵に形似てると思ったんですけど、これメイクイン寄りの形なんで、もしかしたらなんですけど違う品種かもしれないです。もし間違ってたらすいません。お次は北カムイ。これはキメが細かくて男爵に比べたら煮崩れしにくくて、まあ、煮物にも向いてるって言われてます。僕は男爵と同じ用途で使うことが多いです。見た目も結構似てます。最後に西豊かですね。食感はねっとりしてるけど味はあっさりしてて、芽が浅くて皮が剥きやすいっていうのが特徴と言われてます。男爵と比べてみるとよくわかると思います。で調理法はメイクインと同じように煮崩れしにくいんで、肉じゃがとかカレーなどの煮物にも適してます。僕はあまり気にせずに結構揚げ物とかに使います。以前ショートでやった芋フライもこれで作るとめちゃくちゃ美味しかったです。次半分に割って断面を比べてみたいと思います。まず男爵から、こんな感じ。果肉は白っぽいです。ちょっとこれだけ見ても分かりにくいと思うんで、メイクイン切ってみます。男爵に比べるとだいぶ黄色っぽい果肉してます。次北あかり切ってみます。これも黄色っぽい果肉です。やっぱこれ違うかもしれないです。で北カムイ切ります。これはさっきのメイクイーンとか北あかりと比べると白っぽい果肉です。最後に一番大きい西豊か切ってみます。これは男爵とメイクイーンの間の淡い黄色の果肉っていう感じですね。これかなりマニアックなことしてるな。需要あるかな。はい、まあ、進めます。
これが男爵。メイクインと比べると違い分かっていただけると思います。で、これが北明かり。かなり見た目はメイクインに似てます。もう見分けつけへんレベル。続いて北カムイ。果肉の色は男爵に近い感じで、これ動画で分かるかな。実物見ると男爵よりキメが細かい果肉してます。最後、西豊か。これ大きいですけど、男爵に見た目似てます。果肉の色がほんのり黄色がかってますね。まあ、さっきも言いましたけど、男爵とメイクインの間って感じです。でも断面の質感は男爵に似てます。全部の断面並べると違いがなんとなく分かっていただけるかなと思います。じゃあ茹でる前に出てる芽を取っていきます。こういうとこですね。ほじってこんくらい取れてれば問題ないです。あとこういうとことかですね。男爵はこんな感じ。で、これ北カムイなんですけど、こういうがっつり芽が出てるところは深めにえぐる感じで取っちゃいます。芽全部取り終えて今から茹でていくんですけど、どれがどれかわからなくなれへんように特徴を見ときたいと思います。これが男爵で、一番でかいのが西豊か。メイクインと北明かりは似てるんですけど、大きい方、幅が広い方がメイクインです。で、一番ちっちゃいのが北カムイです。深めのフライパンにお水を2リットル入れます。お塩を小さじ2杯入れて軽く混ぜときます、まあ、大さじ1入れてもいいと思います。で、ここへ男爵、メイクイン、北明かり、で、北カムイ、で、西豊かですね。じゃあ柔らかくなるまで中火で茹でていきます。茹で上がるまでだいたい30分はかかると思うんで、その間にディップソースを作っていきます。まずシーチキンを1缶、蓋を開けてオイルを切ります。で、シーチキンをボウルに入れてマヨネーズを大さじ4くらい入れます。で、チューブのからしを2センチくらい、お醤油を小さじ半分で、これを混ぜ合わせたら、からしツナマヨの完成。続いてオニオンサワークリームを作っていきます。玉ねぎは4分の1個使います。適当なサイズにカットします。で、ニンニクも半分使います。まあ、包丁でみじん切りしてもいいんですけど、今日は便利なブンブンチョッパーを使ってみじん切りにしていきます。玉ねぎとニンニクを入れて蓋をしてブンブンしていきます。ちょっとお塩入れ忘れたんで、お塩を加えて再度ブンブンしたら OK です。ボウルに移します。今回パンチ効いた感じで仕上げたいんで、玉ねぎとニンニク生のままで使いますが、辛みが苦手という方はさっと炒めるか、この状態でラップをして30秒から1分くらいレンチンすると辛み和らぐと思います。で、ここへサワークリームですね。サワークリームはクリームチーズに比べたらちょっと柔らかい感じです。で、味はクリームチーズよりも酸味が強いです。もしサワークリームがないときは、クリームチーズにレモン汁か無糖のヨーグルトを加えると似た感じに仕上げれると思います。ここにパセリのみじん切りを加えます。今日は前にみじん切りして冷凍してたやつがあったんで、それを使います。生パセリある場合は玉ねぎブンブンするときに一緒に入れちゃってください。で、パセリのみじん切りを大さじ1加えてよーく混ぜ合わせます。味見してちょっと物足りないんで、顆粒コンソメを一つまみ加えます。で、これを混ぜ合わせたらオニオンサワークリームの完成。この2つ以外に今日はバターと塩辛、アンチョビペーストを用意してるんで、後からポテトと一緒に食べたいと思います。茹で始めから30分経ったんで、ポテトの茹で加減チェックしてみます。一番でかい西豊かに串刺してみます。まだちょっと硬いんで、もうちょっと茹でます。あれから10分茹でました。一つ一つ竹串チェックしていきたいと思います。まず男爵、 OK、 メイクイン、 OK。 やけど煮崩れしにくいだけあって、刺し応えがかなりある。で、北明かり、メイクインと似てると思ったけど、刺した感じは全然違う。こっちはスーッと入ります。次、北カムイ、目ほじったところがちょっと崩れてきてる。で、これも OK。 最後、西豊か、 OK。 それでは熱いうちに食べていこうと思います。お皿に並べてみました。こちらから男爵、メイクイン、北明かり、北カムイ、西豊かの順で食べていきます。まずそのまま食べ比べてから、サワークリーム、ツナマヨ、塩辛、アンチョビペースト、バラで味変して楽しみたいと思います。お口リセット用にお水用意しておきます。まず男爵から、結構量あるんで小さくカットして食べたいと思います。こんくらいで、ホクホクしすぎて崩れちゃいました。うん、間違いない、美味しい。もうちょっと塩効かせてもよかった。そのままで食べる場合は、塩茹での時のお塩大さじ2くらい入れてもいいと思います。男爵はホックホクで期待通りの味。次、メイクイン、
断面こんな感じでちょっとさつまいもに似てる感じもする。男爵に比べて茹でた後でも煮崩れしにくい品種だけあってしっかりしてます。茹でたら皮そんなに気にならないんでちょっと剥いて食べてみます。口当たり滑らかで口の中でスーッと溶けていく感じ、男爵と全然違う。食べ比べ面白い。次北あかりいきます。切った感じさっきまでと違ってねっとりした感じします。口当たりはホクホクしてねっとりした感じです。メイクインと似てて間違えてるんちゃうかなと思ったけど食べたら全然違う。メイクインはスーってなくなる感じだったのに対して北あかりは例えると栗みたいな感じ。初めて食べたけどうまいで甘い。北あかりうまい。次北カムいきます。断面は男爵に似てます。めちゃくちゃ香りがいい。うーん、甘っ、おいしい。口当たりは北あかりに似てるけど北カムイの方がホクホク感が強い感じ。うん、おいしい。最後西豊いただきます。断面見た感じキメが細かい感じです。食べた感じはホクホク感というよりねっとりしてます。味はさっきまでの甘って感じよりあっさりしてる感じです。どれも口当たり違うし味も風味も違うから食べててめちゃくちゃ楽しいです。でそれぞれ個性があって美味しいです。その中でも今日の僕の好みはこの北あかりです。口当たりホクホクでしっとりしてて甘さがあってめちゃくちゃ美味しかったです。これとあと北カムイが香りが良くて美味しいなと思いました。この2つが今日は印象的でした。次はどれつけるのが美味しいかやっていきたいと思います。まず王道のバラを男爵にたっぷりのせて塩辛をのせていただきたいと思います。のせすぎやなこれ。これは間違いない。あーうまっ。次北あかりにさっき作ったオニオンサワークリームたっぷりのせて。めっちゃ合う。うわー美味しいわ。でどんどんいきます。次北カムイにからしツナマヨ。間違いない。うまー。お口の中でポテサラできました。次は西豊にバラーとアンチョビペースト。うん、美味しいけど僕は塩辛の方が好きです。はい、というわけでまだ映像は食べてますけどこの後もうちょっと一人で楽しんで残りは家族に食べてもらって感想を聞いてきました。全種類つけて食べてみましたけど塩辛バラーは安定のうまさです。うちの妻はこれが一番好きって言ってました。アンチョビバラーはわざわざ買ってまでしなくていいかなと思いました。あと今日作ったオニオンサワークリームは単体で味見した時はちょっと酸っぱいかなと思ったけどポテトにつけたらちょうどいい感じです。パンチがあってめちゃくちゃ美味しかった。僕はこれが一番おすすめです。妻の感想はちょっとパンチありすぎるから玉ねぎとニンニクちょっと加熱した方がいいんちゃうってアドバイスいただきました。からしツナマヨはポテトにのせて口に入れたらお口の中でポテサラ完成って感じでこれもかなり美味しかったです。10歳の娘はこれをメイクインにのせて食べるのが一番好きって言ってました。これジャガイモチンしてツナマヨのせるだけでできるからもうおやつにもめちゃくちゃおすすめです。はい、ということで今日はちょっとマニアックなジャガイモ食べ比べ会でした。ご視聴ありがとうございました。ジャガイモの種類は世界に2000種類、日本だけでも約80種類あるそうなんで、全制覇目指していろんなジャガイモを食べていこうと思います。ジャガイモ種植え動画もぜひお楽しみに。